はい、どうも、スカイチストイックな怠け者、てっけてっけです。はい、そして今回の動画では、こちら戦記軍記ですね。今回もぬっと始まっており、最後の玄武の思想ブラですね、がゲットできますので、まあ、期間ですね、今回6月16日までで期間終了となりますが、まあ、それまでに、この戦記軍記で真ん中の落葉の城ですね、落とすことに成功すれば、まあ、2回ですね、成功させればブラがもらえるということで、まあ、こっちのブラと強化石ですね、の方は、そこまで急ぎではありませんが、こちらですね、ポイント報酬、まあ、戦記軍記でポイントを獲得した時にもらえる報酬が期限迫っていますので、なるべく期限のうちに高ポイント取れるように戦記軍記時間がある時にチャレンジしてみましょう。はい、そして毎度おなじみアップギャラリーですね、放置少女に課金するのであればトップクラスに安く 15% 還元で期間限定で課金できるサービスで、その他放置プレイヤーにお得な特典もあるので、こちらのバーコードか概要欄から課金する際はアップギャラリー利用してみてください。で、まあ、基本的にはこんな感じでチームで参加ってとこで、まあ、チーム開いてる方がいるんで、まあ、ここにクイック参加で強いとこに入っていくのがいいと思います。まあ、特に自分の力に自信がない人は、まあ、このチームで挑戦するときに一緒に組めるプレイヤーさんですねっていうのが、まあ、ユニバーサルのここのビックリマークを押してもらうと分かるんですが、マッチングの範囲が決まってるんですね。私のこのサーバーでいうと1から263サーバーのプレイヤーさんとしか組めないという感じで、まあ、強いフレンド連れていくにしても、まあ、このサーバーの間内でないと組めないということで、はい、今回もちょっと宣伝になってしまって申し訳ありませんが、 YouTube メンバーシップの方で、まあ、各サーバーの範囲内ですねのところにグループチャットを作ってくれるプレイヤーさんが有志でいらっしゃって、まあ、そのプレイヤーさんの方で同じサーバー間ですねで一緒に戦記軍記を攻略しようと、まあ、結構一人で突破できるような強い方なんかもありがたいことに参加してくださっており、引率してくれたりしますが、まあ、ちょっとその人にばっかり負担かけてしまうのも良くないので、まあ、本当にタイミングが合えばって感じですが、グループチャットでタイミング合わせて一緒に攻略していくってことができるのと、まあ、何よりこのグループチャットに参加されている方は戦記軍記の知識結構ある方が多いので、戦記軍記でよくある事故ですねなんかが起きづらいっていう、まあ、それが一番でかいんじゃないかっていうメリットがあります。なんでメンバーの方はよかったら今グルチャ立てしてくださってる方いるので、その方に連絡取ってみてください。ちょっと669最新のサーバーですねのところのグルチャ主が今不在の状態なので、ここはちょっと対応できない可能性ありますが、あと他のグルチャに関しても枠がいっぱいになったらまた他のグルチャ主さんを作らなきゃいけないので、その間入れない可能性がありますが、はい、メンバーの方は参加していただけるとより可能性は上がるかなと思います。はい、よかったら動画の概要欄にある URL から YouTube メンバーシップテケテケ遊びチャンネル応援がてら考えていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そしてそんな戦記軍記ですが、まあ、ちょっと結構この戦記軍記、まあ、特に今回みたいに真ん中のお城を狙ったり、まあ、あとは240ポイントですねなんかを目指す場合は他のプレイヤーと一緒に進軍していくのがおすすめですが、まあ、その際に結構初心者の方なんかは他のプレイヤーに迷惑をかけてしまうようなプレイングがあったりするので、ちょっとこれ戦記軍記イベント実装されるたびに毎回、まあ、初心者の方なんかがその都度増えると思うので、その方用だったり、まあ、改めて攻略の仕方ですねについて話していくことで、まあ、より野良でチーム組んだ時も事故が起きづらくなると思うので、はい、まあ、今回はざっと戦記軍記の攻略方法ですね、すでに知ってる人は復習がてら、初心者の方は他のプレイヤーに迷惑かけないように注意する部分ですねなんかも踏まえて説明していきたいと思います。で、ちょっと今回は私ノラで一人で行きますね。はい、基本的には他のプレイヤーと一緒に行くようにしてください。まあ、動画を撮る関係上ちょっとマイペースでやりたいので、はい、一人で行きます。はい、じゃあ挑戦と。で、これまず挑戦したら特に一人でやればいいですね。これはまず、はい、一発ここ弱い子なんかを打ち込んで右側に進んでいくと、必ず左上のマップの左上からスタートするので右側に進軍していくと。で、最初ですね、これこういう風に真ん中の方にずらしていって落葉ですね、中身見てください。で、ここに MR キャラクターなんかで強いキャラクターがいる場合は最後の大目標である落葉真ん中の城ですね、落とすのがめちゃくちゃ難しくなるので、これ割とまあマシな方ですね。二次キャラクターだけこれであれば落とせる可能性あるん で、ここでめちゃくちゃ引きが悪かったらもう一回そっと実施して戦記軍記15分間ありますが15分間待つと、でまた再挑戦するっていう形で、まあ、無駄にチャレンジしない方がいい場合があるので、まずそこめちゃくちゃ重要です。はい、でこんな感じで右に進軍していきます。一人でやる場合は、みんなでやる場合は降り立つ場所が違うので、まあ、その都度注意事項を守りながらやっていくんですが、ちょっと注意事項について話していきますね。今右にガンガン攻めていってて、はい、こんな感じで、まあ、どんどん右に進軍していくんですが、これなんで下に行かないかっていうと、まあ、この外底天水ぐらいまではいいんですが、この陳倉あたりだったりこの安定なんかを攻めちゃうと、ここに長安っていう城があって、この黄色い城ですね、覚えてもらいたいのがこの黄色い城の隣接にある城の敵を倒しちゃうとめちゃくちゃ強い敵が溢れ出てくるんですね、この長安から陳倉や安定に向かって。はい、今ドクロマークつきましたね。それは外底を落としたから、次陳倉行こうとすると長安から逆襲が来るよっていう危険マークつけてくれるんですけど、はい、こんな感じでこのドクロマークあるところを攻めちゃうと強い敵が出てくるので、特に実力に自信がない方ですね、まあ、強い方はいいんですが、ドクロマークがあるところは攻めないようにしましょう。攻めると自分じゃ対処できないような強い敵が出てきて、まあ、1人の時はまだいいとして、2
複数名でプレイしている場合なんかは他のプレイヤーさんに迷惑かけてしまう可能性があるので、まあ、その強い敵が他のプレイヤーのとこにも流れ込んでいってしまったりして、あと強い敵がどんどん城を取り返してくるんで、ここのポイントですね、今城を落とすたびにどんどんポイント増えていってますが、まあ、これがどんどん減っていってしまうので、チーム全体のポイントもそのせいで減ってしまうという感じで、まあ、実力がない方はなるべくこのドクロマークの城ですね、避けるようにしてください。はい、で右にこんな感じでずれていきますが、まあ、右上ですね、一人でやる場合はここずっとセーフティーゾーンが続くんで、まずは最初の折り返しですね、ここに行動回復まで4分とありますが、まあ、このゲーム途中で行動力が回復して、また 一発撃った、まあ、こういったキャラクターたちですねっていうのを使い直せるようになる回復のタイミングが時間の半分のところであるんですが、その時間の半分が来るまではこっちの右上ガンガン攻めていくと。で私の場合はこの差はですねある程度強いので、ちょっとドクロのとこ攻めてみますね。はい、じゃあアーサー送っていって、でドクロのとこを倒すと上等から敵が攻めてくるので、なるべく早くドクロを落とした場合はこの黄色い城ですねをすぐに落としに行くっていうのをやる必要があります。まあ、これができる自信がない人はドクロは落とさない方がいいです。結構強いの出てきます。はい、でその間上も進軍していくというのをやっていって、で進軍していくとこの城の上についてるマークですね、この UR の副将ちゃんだったり虹の副将ちゃんなんかを城を落とすことでもらえるので、まあ、これ右上攻めていくと結構この副将ちゃんマークいっぱいついてるんで、強めの副将結構獲得できるんで、まあ、これなるべく取っておきましょう。はい、ということで黄色い城の横の牛城ですね、今ここで落ちます。はい、落としました。そしたら強い敵がこんな感じで攻めてくると、5000万ぐらいの総戦力で攻めてきましたね。なんでなるべく早くこの下にある城塔ですね、ここに攻め入ってちょっとオーディン打ちましょう。はい、落とすということができる人じゃないとかなり厳しいですね。でここ牛城取られちゃうと、また牛城を起点に宮元だったり信用に攻められてしまうので、牛城は城塔が落ちるまではもう死守ですね、まあ、弱い子なんかをいっぱい並べていって死守していきましょう。で一人でプレイする場合はこんな感じで、まあ、最初スタート地点ここら辺っていう風に決まってるんで、そこから右にずれていって、まずは城塔あたりですね、まあ、巨力まで行ってもいいですが、まあ、どっちでもいいです。城塔でも巨力でも股間でも OK です、城塔落とせるなら。で自信がない人は信用で止まっておくのがいいかなと思います。でもうすぐ折り返しなんで、まあ、この選挙軍旗に関しては最後の最後に落葉をですね選挙している状態でゲームを終えれば虹の思想のポイントがたまるんで、ギリギリで落とすのがいいんですね。落葉はここも落葉を落としたら周りから強い敵が反撃来るんで、ギリギリで落とすためにそんなに、はい、城塔落としましたが、そんなに急いで強力止水艦と進まないようにしてください。折り返しまで待ちましょう。はい、ということで城塔を制圧したので、はい、これでもう城塔に隣接してる城ですねなんか落としても問題ないと。はい、ということでそろそろ折り返し時間来ますね。はい、折り返しになりました。で来たら焦らずここら辺で進軍してた兵ですね回収していきましょう。これ時間今ちょっと収録で攻めれてませんが、もっと右側まで攻めて OK です。ここは特に何の仕返しも強いのは来ないので、今まで使った強い兵隊ですねっていうのを戻してきて、はい、これでもう落葉を攻めていく準備をしていきましょう。はい、オーディンも回収して戻しておいて、はい、城空っぽにした状態で、はい、で敵なんかもこういう風に攻めてきたりしますが、この関東とかから攻めてくる敵はめちゃくちゃ弱いんで、城門野党があれば対応できてしまうんですが、まあ心配な人は、まあ、弱いメンツなんかを少し入れておいて対応しましょう。はい、ちょっとまあこのサーバーちょっと強めなんで、まあ、そこはあんまり参考にしないでください。敵の力に合わせて おいてもいいし、まあ、城門野党が弱い人は合わせた強さのキャラクターを強にしましょうね。で半分時間折り返し過ぎましたが、これすぐに巨力止水艦落葉と言ってしまうと、ちょっと早い時間に落葉を落としてしまって制限時間が残って、その間に反撃で落とし返されてしまう可能性があるんで、まあ、私は5分半とか、まあ、そのぐらいまですぐに攻めに行かずに待つようにしてます。まあ、5分半ぐらいまでとりあえず待って、まあ、その間にここら辺の副将を回収していって、まあ、戦力を貯めておくと。まあ、時間があれば、まあ、ちょっと収録してなければ右側ですねのこっちの副将なんかも取りに行きますが、まあ、このサーバーは割と副将揃ってるサーバーなんで、そんなに補充も必要ないんで、はい、5分半過ぎましたね。このまま行きましょう。はい、巨力から攻めていって、はい、中央の落葉を狙っていきましょう。で突破できるかどうかギリギリのプレイヤーさんに関しては、まずはこの止水艦が一つ難関となります。ここにこの周りの赤い屋根の城とかはいいんですが、真ん中の方ですね、落葉周り、このドス黒い屋根の城たちが密集してる地帯、ここめちゃくちゃ敵強いです。でこの止水艦が割とガチャになってて、まあ、主力1体ないし1体主力でもう1体準主力みたいな人はこの止水艦ガチャですね、準主力で止水艦倒して主力で落葉を落としていく必要があるんですが、この準主力が止水艦を落とせない可能性があるんで見ていきましょう。はい、めちゃくちゃ強い3000万のガラ張っていますね。これやばいです。4000万パーシファル、あ、消えたなんか空気読んで消えてくれましたね。まあ、でも多分撃ったらまた出てくるかなと思います。で、まあ、この止水艦ですね撃ってきますが、まあ、ここに準主力を放していくと、はい、やっぱり出てきましたね。ちょっと3000万ガラハットかなりきついですね。
正指名ちゃんならやってくれる気もしますが、ちょっとこれ1回でいけるか、ここ失敗したらまた時間食うんで、まあ、その余裕も含めて5分半から攻めてますが、まあ、ここスッと進める自信がある人、または何回もチャレンジして選挙軍旗に時間かけれる人は、まあ、4分半とかから攻め始めてもギリギリ確か間に合ったかと思います。私はここでの失敗も含めて5分半と余裕を持ってますね。はい、さあどうか。一応ガラハットより小指名の方が圧倒的に強いんで、あとパーシュバルとかより強さ的には戦力下でも勝てる気が勝手にしてますが、あ、勝ちましたね。はい、取れました。でこっからはもう逃げです。はい、弱い子なんかで時間稼ぎしているうちに、このラクヨですねに対して、まずはデバフ打ち込んでいきましょう。はい、8発ぐらい私は打ち込んで、まだ時間があるんでね、8発打ち込む余裕はあるかなと思います。でオーディン打ってきますか。でこれオーディン打ちたいんですが、これ2000万超えの強いキャラクター打つともう1体ここに出てくる可能性あるんで、ちょっと今回遊びで桃地丹波にしてみますか。1500万の戦力ちょっと心配ですが打ちましょう。はい、そうすると2体目出てこなかったりするんですよね。これで突破できれば御の字ですが、これ突破できなかったら私めちゃくちゃ焦ります。はい、その間、この止水艦ですね、シュッシュしますか。まあ、一応小指名がかなり強いキャラクターなんで、二次キャラクターには負けない気がしますけどね、戦力上とはいえ。ちょっとここ様子見ながら、さあ、ラクヨどうなるか。はい、残り2分切りましたね。はい、なるべくギリギリにラクヨは狙うようにしましょう。さあ、1億の6000万の小破壊はさすがに無理かな。で、タールトタも控えてますね。さあ、この止水艦なんかが落ちちゃうと次のチャンスがないんで、まあ、ラクヨと止水艦の残り人数のバランス見ながらやっていきましょうか。落としましたね、さすが小指名。6000万の敵を落としてきました。さあ、そしてラクヨの方も、はい、今デバフどんどん打ち込んで、弱らした後桃地丹波、まあ、敵の戦力これ6000万とかがガーッと連なってますが、まあ、デバフこれで40回ぐらい打ち込めるんで、まあ、1500万ぐらいの桃地丹波でも落とせるかなと。逆に言うと主力1500万ぐらいのキャラクター持ってる人はこの真ん中のラクヨですね、これでもし落とせれば落とせるという証明になりますので、あ、やばい、こっちが落とされて、ちょっと一回フレアとかでお茶濁しときますね、説明したいんで。はい、ラクヨこれ落ちるかどうか。落ちましたね。はい、ということで1500万の主力で落とすことに成功しました。さあ、こうなったらもう止水艦は捨てていいんで、まあ一人でプレイする場合は、あとはもうラクヨにガーッと詰めるだけ積んで、はい、これでもう時間まで逃げ切れば勝ちになりますね。残り36号、まあ、止水艦も守り間に合いませんでしたね。複数名のプレイヤー同士でプレイしている場合はなるべく落とされないように、守りきれないようなところは落とさないようにしましょうね。強いプレイヤーさんに落としてもらいましょう。で、ラクヨなんかも自分で無理していかずに、強いプレイヤーがいる場合は強いプレイヤーさんにラクヨ落としだったり、この真ん中の強いとこですね、なんか任せるようにしましょうね。ラクヨの報酬おこぼれもらえるんで、はい、終わりましたね。はい、これでまあ、ちょっと一人でやってるんで、ここのポイントは全然ダメですが、虹の思想ですね、2分の1と、あと1回ラクヨをもう一回挑戦して落とせば晴れてブラがゲットできるという形になります。で、これ注意が必要なのは、まあ、強いプレイヤーさんにラクヨを落としてもらう場合、自分のポイントですね、8ポイントは稼いでおかなきゃいけないので、まあ、さっきのドクロマークの城に気をつけて、ドクロマークの城以外から弱い方は8ポイントどっかから稼いでおくようにしましょう。なんで、これも逆の注意ですが、強い方ですねなんかは、弱い方が攻めれる城には攻めないであげてください。弱い方が全く城が取れなくて8ポイントにも届かないと、強い人がラクヨを落としてブラの獲得権利作ったとしても、弱い方がその恩恵に預けれなくなってしまうので、ご注意してくださいね。はい、という感じで、まあ一人でも一応主力1500万ぐらいですねで攻略できたりしますが、まあそのためにはまあまあ強めの MR キャラクターが必要だったり、まあ1500万でも弱い二次キャラクターとかだと難しいんで、まあやっぱり難易度はね相変わらず戦機軍機高いので、チーム戦でなるべく強い人のとこにですね入ってやっていくのがいいと思います。突然参考になれば嬉しいです。一応一部報酬ですね、ポイント報酬の方明日までとなっているので、忘れずにいけるとこまでゲットしておくようにしましょう。120ポイント取れればまあ御の字かなっていう感じだと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。するOh, shit. Oh, shit.